で、まあコメント欄で前に自分語りをたまにはやってくれって言われてたんで、まあこのついでにやりますけども、で、今回の、まあ、新宿の大久保の旅行で、愛内愛ら&山根さんシリーズはもう多分やらないとは思うんですよね。まあ山根さんはその戸部警察に訴えてるっていう風に言ってたんですけども、さすがにこんなことで戸部警察が動くとはまあ思えない指名予期損でね。っていうのはもう明らかにもう爆災の中で、山根さんのなりすましが、まあ俺のことまあ豚とか言ってるのは多分警察も把握してるとは思うので、さすがにこんなことで動くほど暇ではないとは思うので、まあ動いたら動いたでまた僕自分はまあネタにできるので、それはそれで美味しいから別にいいんだけど、ただまあこれで爆災でまあ山根さんが今叩かれてて、でこれでまあしつこくもう山根さんの動画ばっかり出してると、まあ、ネットいじめしてるのと同じことになっちゃうので、うん、本当はあの、みーちゃんでしたっけ、その内災の。まあ、怒ってるっていう風に言ってたんで、本人が、その、日村って言われて。それに関して、まあ、謝罪しに行こうとは、行く動画を撮ろうとは思ってた。バナナ持ってね、バナナ渡して謝罪する動画を撮ろうとは思ってたんだけど、もう別にいいかなと思って。うん、もうそろそろもう、山根さんシリーズはもういいですね。ああいう打ち合いがもう合わないと思うので、爆災の中でなんかその、まあ山根さんはアンチと戦ってるじゃないですか。でそのアンチも、キレオにまあこういうことやってほしいな、みたいな書き方をしたりするんですね。自分もやろうと、例えばその山根さんの家族に、会社経営している、まあ、弟さんとかに会ったりとか、会ってインタビューしたり、山根さんの昔のことを聞いたりとか、まあ、そういう動画、まあ撮ろうとは思ってたけど、でもそれももう、アンチの人もなんかこうやってほしいな、みたいな感じで、同じこと書いたりしてるんで、それ、乗っかっちゃうと、まあそれはそれでなんか自分がまあコントロールされてるみたいで、気持ち悪いし、そうですね、このぐらいでもうちょうどいいかな、とは思うんですよね。いや、山根さんに関してだけど、自分に合ったことを見つけて、うん、やっていけばいいと思うんですよね。一回なんかモテてた時期とかある人って、もう結構なんか理想とか変わらなかったりとか、そのプライドとか、もう増長したままなりがちなんだけどもさ、うん、そこはもうちょっともう客観視してもらって、O型ってね、まあ、血液型のこと言うとまたなんか言われ、非科学的とか言われそうだけど、俺自分の経験上はやっぱりその血液型で、A 型特有の神経質とか、その細かい部分で、言い方はざっくりなだけで、細かい部分でその血液型特有の、その神経質さとか、その大雑把さとか、わがままさとかあると思うんですよね。それはもう経験上を。で、O型はね、結構ね、その自己評価高くなりがちなんですよ。で、他人は低く見えると。実際よりね。だからそこはね、気をつけた方がいいんですよ。だから O 型でも自己評価高い人はあんまり付き合いたくないですよね。A 型で言えば細かすぎる人とか、B 型だとわがまますぎる人とか。逆に言うと、笑いがわかる A 型、気を使える B 型で自信喪失した O 型。この3つに関しては付き合いますよね。ということで、もう山根さんはもうネット見ない方がいいと思うので、タイプ的には。気になっちゃう方だと思うので、で、何かもう勝てる分野を探して、突き進んでいけばいいと思う。前の動画でさ、前の大阪の動画でさ、その、チェ・ジチョルさんっていう、その、これ在日の人なんですよね。自分の歌とか、曲作る人とか、まあ、そうなっても、まあ、勝てないっていうことを踏んで、より勝てる分野を選んでやってってるわけだから、山根さんもまあ、背伸びしないで、自分が勝てる分野をまあ探してっていけばいいんじゃないのかな、とは思いますね。多分このタイミングで変わらないともう、変わるタイミングないと思うので、たまにはまあ人の意見も聞いてみるのもいいんじゃないのかなとは思いますね。俺もコメント欄で動画をまあ、連投してくれっていうふうに言われて、でまあ、最初否定的だったけども、まあ、やってみたら結構こっちの方が、楽ですよね。前はその今までよりも面白いものっていうふうに、まあプレッシャーかかってたんだけども、うん、だからたまには人の意見を聞いてみるっていうのもありだとは思いますよ。자심저놈을벌려서사는그들의눈은비치고있나
자심처럼을 버려서 사는 그들의 눈은 비치고 있나 몸을 팔아서 돈을 벌리는 그녀가 우리 윗마음 속에 들어가 길가에 옆에 서고 이야기 날라도 없는 힘의 세상 흐르는 피는 옷을 벗어서 원한 내 마음 바게 되었죠 가구를 잊어서 미래를 향해 가족을 위해서 몸을 다 바치고 슬픔으로 앞으로 나가지 못해도 내일에도 또다시 해가 오르니까 아무리 곤란히 앞을 막아서도 돌위에로 거치 피는 것처럼 노절하게 죽어버렸던 이 맘에 희미하게 남아있는 별자자 여글로 미쳐가던 등가리 둘은 보물처럼 자신의 손에 안에 안아서 그 둘은 복수를 시련해서 앞으로 나간다 숲길로 가세노 니워 이워 감지떨루 거벌레 오치다 남이다도 기토노 메워 지토 미츠메루 솜노 아오 히토미노 워쿠니 숨다 미라이워 에가코워 투카모워 토도카 나이모노워 라바라타라타 라파파 라파 라라파라타 라라라타라타 La 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 la